どんな人だったのかな、ヤシロのお父さんは。子供の俺から見ても演劇バカで芝居のことばかり考えているような人だった。だが俺はそんな父と過ごす時間がとても楽しかったんだ。父親のことが好きだったんだな。偉大な父だった。父は俺の目標だ。役者としても一人の男としても。敵を討とう。命を捨ててまで社を生かしたお父さんのためにも。俺は社のお父さんのことを知らない。だけどきっと社に生きてほしいって思っていたはずだよ。そうだな。父は最後の時まで俺を、もうこの世にいなくても俺のうちにいる父を失望させたくはない。礼を言うぞ葵月。この俺剣社がこれ以上無様を晒すわけにはいかないからな。ああ。そういや、いつき、暗黒竜のことなんだけど。さっき畑中さんはすでに暗黒竜復活を止めることはできないと言っていた。いつき君、それってもし彼の言っていたことが本当ならまずいことになったわね。月のところに戻ろう。今はここにいてもできることは何もない。そうね。復活を止められないなら暗黒竜を倒す方法を私たちで見つけないといけない。いつき、もう一刻の猶予もないわ。急いでブルームパレスへ戻ろう。今はまず月の記憶を戻して、そして絶対にあの人を止めてこの世界を守ろう。田中さんは間違ってる。エンターテインメントが、芸能が誰かを傷つけていいわけないんだ。その通りだ、青い月。そしてガーネフは必ず倒す。ありがとう。チキのおかげでガーネフが誰なのかはっきりしたよ。そうだったんだ。もう儀式は止められないんだね。奴らの言葉が真実なら、すでに暗黒竜復活は防げない段階に来ているのかもしれないわ。もうどうにもならないのか。でも流石のかけらで記憶が戻れば何かわかるかもしれない。なるほど。今はそれにかけるしかないか。うん、みんなちょっと待っててね。ああ、頼むよチキ。
青い月、演技に気を取られて歌がおろそかになっているぞ。動きと息継ぎのタイミングに気をつけて、自分なりのタイミングを見つけるの。あ、汗だくです。いつきさん、一体どうしたんですか？ああ、守りはまだ聞いてなかった？ミュージカルフェスに欠員が出て、いつきがその代役やることになったのよ。私たちとは違う回に出演するんだけどね。そうだったんですか。大変そうです。でも、めったにないチャンスだし、頑張ってやってみようと思って。それで、みんなにも協力してもらって、いつきにレッスンつけてるところです。エリー、ヤシロ、そろそろコーチ役、交代の時間よ。はいはい。いつきも、ちょっと休んだ方がいいわよ。もう少し、続けさせてほしい。かなり様になってきてるわよ、いつき。やるじゃねえか。いつきくん、翼、どうした？いつきくん、そろそろ会場入りしないとだよ。え、もうそんな時間か。ありがとう、翼。いつきくん、ファイト。大丈夫？うん、大丈夫。それよりお兄ちゃん、暗黒竜への対抗手段あった、あったよ。チキ、その手段って？光の神竜だよ。光の神竜？そうだよ、守りちゃん。暗黒の力に立ち向かえるただ一つの力、それが神竜の持つ光の力。私たちは神竜を呼び出すために光の戯曲ファイヤーエンブレムをやらないといけないの。光の戯曲ファイヤーエンブレム。世界を救う者にしか演じられない物語。昔、私たちの世界で暗黒竜が呼び出された時に立ち向かった英雄たち、その人たちの戦いをなぞった物語を演じるの。なるほど。その演劇、戯曲そのものが神竜を呼び出す儀式になるというわけか。演劇は元をたどれば一種の宗教的儀式、魔術儀式としても機能する。よくわからないけど、そういうことだと思う。そのためにやらないといけないことがあるよ。この扉は？この奥は私たちが暮らしてた世界にそっくりな場所になってる。そこに昔暗黒竜と戦った英雄たちの力が残されてるの。英雄たちの力？うん、それを受け継ぐことができれば光の戯曲は成功するはずだよ。でも、その力を受ける器としてお兄ちゃんたちがふさわしいかどうか
見極めるための3つの試練がある。ガーネフの野望は絶対に砕く。試練があるなら挑むだけだ。ああ、どんな試練だとしても俺たちは乗り越えないといけない。きっとお兄ちゃんたちなら大丈夫。頑張って。どうもありがとう。どうもありがとう。どうも。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。他にいない。全力を尽くしましょう、マスター。真打ち登場だぜ。これでいい。やったぞ。余裕余裕。
素晴らしい。パフォーマーが英雄たちの力が。ふーん、凝っているわね。凝ってる？ここ、チキの記憶をもとに幻想世界を作り出しているわ。そっくりって、そういう意味だったのね。皮肉なものだな。これが故郷だと言われても、記憶のない俺たちにはわからない。みんなきっといろいろ考えちゃうんだろうね。急ごう。うん、ガーネフを止めて世界を守るために。俺を構えろ、イツキ。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる、行くぞ。ひとまずは安全か。気をつけろ。初めて見るやつだ。慎重に、一か八かでファイトだ。信じてる。いけるわね。やる。続いてください。気合い入れなさい。今よ。やった。こいつ初めて見るぜ。やるだけやりなさい。すべて焼き尽くす。いけるわね。やるしかない。今よ。打ちかましてください。次だ。じゃあ、こんな敵いたかしら。よし、凍えなさい。やったわ。よろしく。スクエラー、よろしく。翼お姉ちゃん、ヤシロさん、いけ。めでたしめでたし。みんなありがとう。イツキ、近いぞ。ひとまずは安全か。俺が力になる、行くぞ。こいつ初めて見るぜ。いけるわ。たぎるぜ。引いたぜ。つないで。任せた。隙は作ったわ。いけるわね。つなげ。続いてください。とわ、初めて見るやつだ。慎重に行こう。今がチャンスみたいよ。落ちろ。これだな。シクエラー。チキ、よろしくね。お願い。よろしく。次だ。うんうん、こんな敵いたかしら。いつでもいいぞ。やった。これはだ。あれ狂え。死んだ。おっと、ライガの動きを思い出せ。効かない。その技では効果が薄いぞ。効いたぜ。しまった。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。悪い、セッションは無理。クローム直伝。スクエラー。エリーちゃん、行って。あとはよろしくね。決まった。私まだまだ強くなるわ。はっ。おい、ここで決めよう。よし。あ
クリアさ。いけるね。次だ。今よ。気合い入れなさい。一気に行きましょう。やったー。やれやれ。俺を構えろ、イツキ。敵の気配は消えたようだ。俺を構えろ、イツキ。戦いは回避できたか。俺が力になる。行くぞ。いや。準備はいいかよ、カイン。言われるまでもない。いいね。たぎるぜ。いけるわね。ケリー。隙は作ったわ。打ちかましてください。あとは任せた。この隙に。超。戦闘開始だ。行こう。みんな。よし。とどろけ。信じてるぜ。お願い、翼お姉ちゃん。お願い、今よ。やれ。さあで、私に力を貸して。遊んであげる。場は温まってるわ。頑張ります。ドーダさん、かっこいいです。照れますね。それで弱点を攻めろ。使ってください。痛そうでしょ。よろしく。いけるか。今よ。キリアお姉ちゃん。やしろ。あとは頼んだわよ。お願い。じゃあね。なんとか勝てました。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。この力があなたを守ります。いいです。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。私の秘術、キリアだけに。より貴族的なこの力で華麗なる戦いを。我が力、受け取れ。これはミラージュの気配。てら。敵の気配は消えたようだ。これは。これもチキの記憶。私たちの世界の歴史というわけね。ガーネフだと。ガーネフ、悪い人だとは思ってましたけど、こんな過去があったんですね。厳しい訓練をして、でも報われなくて。よくある話さ、くだらねえ。自分が報われねえ人生を送ってるからって、他人を傷つけていい理由にはならねえ。珍しく意見があったわね。こいつがやってることはただの八つ当たりよ。それも B 級映画並みのバカバカしさね。この世に絶望した大魔導士とイカれたエンターテイナーが意気投合か。最悪だな。どんな過去や事情があろうと、奴らは悪よ。ハリウッド的に成敗してあげるわ。
戯曲を演じるのにふさわしいか試してほしいっていうのはあなたたち？なんだこの声。わからないけどすごい圧迫感。あなたたちを試すのは古の英雄である私たちよ。試練を乗り越えて私たちに英雄の器たる資格を見せて。